皆さんこんばんは。ラベンダーの田中玲奈と岡田麻里奈と宮沢麻里です。今週火曜日のソロイベントザック・レイナ 100% をご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。楽しかったです。そして私からお知らせがあります。5月17日から27日まで渋劇にて舞台信長の野望大使春の陣という舞台においち役として出演させていただきます。もう稽古も始まっておりますので皆さんぜひぜひたくさんの方に見に来ていただきたいなと思っております。そしてもう一本ミュージカルも決まっております。10月13日から21日まで新宿のスペースゼロにて、不思議遊戯青のショーにも出演しますので皆さんそちらもぜひ、お楽しみによろしくお願いします。はい、そしてマリンと私で4月29日日曜日祝日日比谷野外大音楽堂で行われます「なおのように2018」に出演します。開演15時でいろんな方とのコラボもありますのでぜひ遊びに来てください。お願いします。ということで今夜もどうぞ最後まで聞いてください。それではまずリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思います。ラジオネームなみかさんからいただきました。ラベンダーの皆さんお疲れーなー。お疲れーなー。いきなりですが質問です。東京でおすすめの場所を教えてほしいです。というのもゴールデンウィークに安室ちゃんのライブが当選したので福岡からパパと参戦します。そのついでに東京観光を4日間する予定です。浅草、渋谷、原宿、お台場に行く予定なのですがここ美味しいよとかここ可愛いコスメ、雑貨洋服売ってるよなどあれば教えてほしいです。ということです。なるほど。いいね。当選したんだ。おめでとう。おめでとう。本当だ。確かになかなか激戦区だよね。そうだよね。すごい。で、おすすめあそこ、最近行ったっちゃけど、青山かな？青山？なんか中間地点あるやん。青山と表参道の中間地点ぐらいの。はいはいはい。そこら辺の道っていうか、道っていうか、地区というか場所というか、そこにある、でね、まあ、そこじゃなくてもいいっちゃけど、初めてエルカフェってとこに行ったわけね。エルカフェ？そう、なんかインスタ映えするみたいなところで、なんで見つけたかっていうと、たまたまママの誕生日プレゼントを探しよって歩いた時に、なんかそういうこうスイーツとかのお店が集まっとう建物があって、パッて見たら、レナが行ってみたかったタピオカ屋さんがあったと。うわって思って、名前ちょっと検索しとしちゃけど分からんけど、ピンクのパッケージの鹿が乗ったやつちゃけど、で、そこのタピオカを飲みに行って、インスタグラム上げた時にちょっと見て、後で。で、そこで、その隣にあった、なんかカフェっちゃけど、なんでそれに行きたいかなと思ったっていうのはそのタピオカを飲みに行った時にもうみんな女子がいちごのねジュースを持つの、でなんかいちごのスムージーみたいなやつになんか生クリームが乗って本物のいちごがこういっぱいこう重なってあってストローが刺してあるみたいな、でそれどこのかなと思ってずっとわからんくて、で友達に聞いたらその隣にあるエルカフェだよってなって行ったわけ。それだけ目当てにやった帰ると思って、で中身は何やったかっていうとスムージーはほんのちょっとしか入ってなくて、あとはなんかこうちょっとババロアチックなクリームとか、ババロア好きだなって。なんとお値段、お値段1個1800円する。おー高いよ。高い。なんかびっくりして、でもさそこにさ来るために来たのになんかいや買わんとかいうのもあれやなと思って、まあ買ったよね。うわー、でも量も超少ないよ。へえ。でもやっぱいちごは甘くてすごい美味しいし、あとでなんか調べたわけ、だからどういうメニューがいっぱいあるのかなって。そしたらなんかこうただのスムージー、甘いスムージーじゃなくて、なんかデトックスとかなんかそういう体にいい系のやつなんだけど、なるほど。あ、だけんかと思ったけど、でも確かにお店の中もすごい可愛いし、インスタ映えは間違いないけど、やっぱ東京の思い出に、そうやってお金も出していいなって思えるなら、そこはちょっと行った方が、可愛い写真も撮れる。エルカフェ覚えとこう。で、なんか銀座にもあるやったっけな、なんかいろいろらしいよ。チェーン店なんだ。らしいよ。あ、そんなのもあるんだ。いいなぁ。やっぱみんなインスタ映えのためにならね、お金出しますもんね。そうすごいよね。やっぱ春だからいちごなんですかね。あ、多分そうと思う。期間限定。あ、じゃあ今行くしか。そうだよね。なんだろうなぁ。じゃあ、お台場とか浅草とかありますなんか。お台場だったら、なんだっけ、ゲームの。ジョイポリ？あ、ジョイポリスね。ジョイポリとか、楽しいことある。楽しいね。確かにね。私もゲームの取材で行ったけど、VR のやつがめっちゃ面白いから。いいね。そう、4人で対戦できるやつがあって、2対2でこう、打ち合って隠れてみたいな。それがめっちゃ楽しいんですよ。そう、最新の技術でね、楽しめるんで、これはぜひ友達と。いいね、お台場。ずっと考えてるけど全然思い浮かばない。一番東京の人なのに。一番東京じゃん。
ど、なんでしょう。新大久保も楽しかった。コスメなら。新大久保、そう、コスメなら確かに。可愛いよね。スーパーもすごいいいですよ、新大久保。新大久保の新大久保、ね。スーパーはマジで、韓国料理好きな人。あ、でもスーパーで買って帰る感じじゃないか。あ、でもなんかあるよね。めっちゃ韓国海苔とか安く売ってる。そうなの、そうなの、安いの。私、韓国海苔大好き。新大久保のさ、ドンキ行けばさ、韓国のさ、お土産系全部買えるよね。確かに、確かに。めっちゃあるよ。すごい。そうなんですね。そういうなんか、もう、むしろタイトルが韓国語みたいなお店とかあるから。新大久保にね。あります、あります。ああ、ね、いっぱいあるよね。そう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 。韓国好きならそうかも。そうね。なんかもう、チゲ鍋食べたくなってきた。レナもチーズタッカルビ食べた。あー食べたー。チーズタッカルビ食べた。食べた。なんか食べたって言ったよね。あれ食べました。あれからまた。あれから、いや、あれからじゃないです。あの、よくわからんやったやつやろ。あれ、あ、よくわかんなかった後にもう一回だけ食べました。ちゃんと食べました。美味しかった。よかったです。よかった。本場で食べた。本場で食べた。ちゃんと本場で食べた。いいなぁ。食べたいなぁ。なんか美味しいの食べて帰ってほしい。何にもあんがね。ほんと申し訳ないんですけど。お土産とか、なんだろう。あの、東京駅の。東京バナナ。ごま卵とかね。めっちゃ。でもね、あの、すごいね、プチケーキみたいなの売ってた気がするね。なんでそんな詳しいの、なんでそんな詳しいんですか。なんで私こんな何も知らないんだ。お土産は分からんけど、あれもいいと思う。待って、どこやったっけな、ちょっと待ってね。ちょっと話つなげといて、みんな。はい。あれ、浅草って言ったらやっぱさ、あの、焼き物でしょ。あの、人形焼きみたいなのをよく売ってて。ああ、うん。それがね、また地味に美味しいんですわ。あ、なんかね、わかった。ラデュレっていう、ラデュレ。これラデュレ？ラデュレ。ラデュレ。あ、そうですね。ラデュレっていうスイーツ屋さんがあって、カフェがあって、これもなんかあの中間地点みたいなところ。なんか青山なのか渋谷なのか、表参道かわからんけど、その辺の、なんかこう、おしゃれ土地のカフェがあって、まあ、そこのなんかあの、レセプションみたいなの行ってきたっちゃうけど、新作発表会みたいな。なんか、まあ、味覚が変わったっちゃうけど、前はさ、なんかチョコレートケーキとか、シンプルなやつしか食べきらなかったっちゃうけど、まあ、そこ結構おしゃれ系の海外のほら、なんかセンスを持ってきたみたいな、ケーキ屋さんな感じで、なんか結構フレーバーとかいっぱいあるけど、柚子っぽい感じとか。で、それを試食させてもらったっちゃうけど、なんかそれがすごい美味しくて、レイナにとってはありえん感情なわけ。そういう柚子系のケーキとか好きじゃなかったけん。でもなんかそれも可愛いし、すごいおしゃれやって、なんか、いちごの見た目のケーキとかもあって、それ食べてないか分からんけど、その見た目がとりあえず可愛くて、マカロンも有名みたいな。マカロンは大好き。そこも可愛かったの。なんか東京っぽいなと思った。あー、確かに。うん、ちょっとじゃあ、ここら辺で、今まであげたのを、ぜひ、どっかちょっと引いて。マックスブレナーは？どこですか？え、ねえ、知らんと？あのさ、ピザにさ、甘いさ、ピザあるやん。ピザ出たやん。マシュマロ乗っけて、チョコレートみたいな。それ、そこのやつがから来たっちゃろ？マックスブレナーって。そうなんですか？私、あれ食べたことないんですよね、まだ、未だに。え、でもそこではない。あ、あれ？行ってみたい、どれなも。そう。行きたい。食べてみたいな。それ多分原宿かなんかやろ、多分。ああ。ねでも原宿知り合い行ったらもう楽しいとこだらけですからね。楽しいとこいっぱいあるからね。いや、マジで。私は何も言ってないんですけど、ぜひ。行ってみてください。はい、じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネーム、けいこさんからいただきました。ラベンダーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今度彼氏と初めてディズニーランドに行くんですが、不安なことがあります。それはアトラクションの待ち時間です。カップルで行くと喧嘩する可能性が高いということはよく耳にしますが、楽しい場所で喧嘩なんて絶対したくないです。皆さんはもし恋人とディズニーに行った場合、どのように待ち時間過ごしますか？また以前に喧嘩になったことありますか？ということです。確かにこれ有名な話ですね。そうだ。待ち時間、付き合いたてのカップルとかは行かない方がいいみたいな。なんでおしゃべりすればいいやんって思っちゃうけど。なんか多分、あまりに長いとシーンとしちゃうんでしょうね。ずっと喋ってるわけじゃなかったりとかしたら、付き合いたてだと、こうなんか、そのシーンが気まずくなって別れちゃうけど、長年付き合ったカップルだったら別になんか、大丈夫だよみたいな、昔からも言われてますけどね。なんだろうな。でもなんか私、マリカとか持ってったことありますけどね。そう、私もゲームしちゃうな。そう。そんな長い人も？4時間とか全然ありますよ。ありますよ。なんか、240分。ね、あるよね。乗らん、それはもう。まあ、そうですよね。私はでも友達行ったら待ち時間も楽しくなっちゃうから乗っちゃうけど、それでゲーム持ってったりとかしてたけどな、昔は。それでもさ、デートでゲームされたらどう？いや、一緒に対戦できる。あー、なるほどね。どうなんだろうね。そういうんじゃないのかな。そういうんじゃないのかな。
ポップコーン買ったら？ポップコーン。それやったことある、食べながらのやつとか、ね。食べながらのやつとか。いろんな種類のね。何もすることないとさ、なんかほんとに暇だから。なんかなぁ。でも、この欲しい味のやつめっちゃ向こうみたいな。あるある。ね、あるよね。妥協するよね。妥協しちゃう。確かになぁ。わぁ、これなん、どうしてしょうね。最初は、あれ、なんか待ち時間があんまりないアトラクションに乗るとか。乗り物をさ、とりあえず 1,2 個だけ決めてさ、あとはなんかレストラン行ったりとかすれば。別にディズニーランドにがメインじゃなくて、2人で行くことがメインやけんさ、乗り物乗りまくらんでもいいと思っちゃうけど。まあ確かに、なんか おしゃれな、なんか建物とかの前でこう写真撮ったりとか、そういう思い出いっぱい作るのも大事だと思う。あとあれは必要かも、パンフレット。パンフレットとか読んでるだけで待ち時間結構楽しかったでしょ。あ、そっかそっか、どこ行くとかね。一緒に。あとはやっぱパレード見るとかね。パレード見る派か。いや、私結構眺めんの好きです、こうやって。マジか。みんなミラン派やんね。その隙に乗っちゃい派。ああ、そっか。私もまあ昔ほど必死には乗らないですけど、パレード見ないですね、なかなか。なんか、通りがかりで無理やり見る。あ、わかるわかる。通りがかりで。あ、来たよーってね。すごいだけ。わかるなぁ。なんかこう自分の好きなディズニーキャラクターとかがいるとめっちゃテンションが上がる。あ、そっか。誰が好きなの？私はね、あの、マリーちゃんが好き。あー。マリーちゃん。かわいいよね。めっちゃかわいいんですよ。マリーちゃんたまにしかいなくない？たまにしかいないもん。え、待って、ディズニーさ、たっとることマリーちゃん。たっとたっとたっと。それはやだな。マリーちゃん結構でかいです、マジか。結構でかいです。それはちょっとなぁ。確かに可愛いなぁ。でもなんか人気キャラだと並んでるからね、みんな。そうなんだよね。あとあの、普通に人間のキャストさんみたいな。ああ、アラジンとかね。プリンセスとか、プリンスね。すっごいね。めちゃめちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗、ほんとに。二次元から出てきたね。お姫様。いや、いや、でも私ね、一個おすすめがあって、ディズニー行くなら、あの、シー行くならアラビアンコーストっていうアラビアっぽいとこがあるんですけど、場所が。そこに、あの、お金別料金なんですけど、500円で一回ゲームに挑戦できるとこがあるんですよ。なんか、あんまり盛り上がってないんですけど、まあ結構多少並んでる。で、20分待ちぐらいの、そのゲームが、まあ、ちゃんとできると、なんかぬいぐるみがもらえるんですけど、そのゲーム自体がめちゃめちゃ楽しいんですよ。どんな？なんかね、あの、お皿の上にボールを転がして、この皿の上で止めてくださいとか、それがすっごい盛り上がるから、友達と行っても、まあ彼氏と行ってももちろんいいと思うんですけど、これはやってほしい、ぜひ。できなくても参加賞でなんかバッジみたいなのもらえるし、そうそう。で、カップルでおそろいつけてる人とかいっぱいいるから、これはぜひ、おすすめです。おすすめ。はい。うん。はい。もう終わっちゃったかな。終わっちゃった。ちょっと3つしか読めませんでしたけれども。続いてはラベンダー日記。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、今週の担当は田中玲奈です。はい、玲奈は最近舞台を見に行ってきたと。うん、でそれがイケメン戦国っていうゲーム、わかる？マリナわかるよね。はい、あれが原作で、それを舞台にしたやつだけど、まあ、友達が出とってさ、見に行ったわけ。で、イケメン戦国っていうだけあって、やっぱもう男の人めっちゃ出とるやつで、で、ゲネプロ見に行ったけん、そのお客さんの層とか見れてないけど、きっとまあ女性が多いやろうな、みたいなやつやったと。で、感想としては、最初は、みたいな。え？すごい多いわけ。それはなぜかというと、なんかこうもう、なんていうとこやな、もう、何だっけ、バラ100本とか持ってくる人に対して言う言葉。ロマンチスト？違くて、ベタ！あ、ベタ？あー！ 100 本ベタじゃないか。そういう、そういう、そんな感じの、なんか、あ、あるよね、みたいな感じのとかいっぱいあるってけど、それにだんだん惹かれてってさ、あれだもん。だけどなんか、とりあえず頭を、こう、女の子の頭をこう、自分の胸に抱き寄せるシーンがすごい多いみたいな。それが、だけど、信長とかで、あの、話的には、現代の女の子が、信長たちのなんか世界に行っちゃったみたいな感じで。で、まあな、信長やったり、豊臣秀吉やったり、昔の人がいっぱい出てくるっちゃけど、まあ、そのレーナが見に行ったやつは、信長編やったけど、信長が主役で。で、まあ、最初は、なんだこの女みたいな。だって、あなたこそ何ですかみたいな。私は違うんです。なんか住む世界が、みたいな。うん、超仲悪いっちゃうけど、だんだんまあなんかいろんなことがあって仲良くなってって、うん、まあ最終的には2個ストーリーがあって、うん、で、レナが見に行った方は、もう現代に戻らず2人で、あの、
生活しましょう、幸せに、みたいな、幸せ編で、なんか話を聞くと、もう一個は、現代に戻って、その女の子が、うん、終わっとるね、終わっとるね、舞台。その女の子が現代に戻って、なんか、信長のお墓に行くんだって。切ない。そしたら、信長のお墓に自分の名前が書いてあるみたいな。何それ、そっち見たかったと思って。なんか止まってきた。そういう結末があるし、その中には、なんかやっぱ盾とかもいっぱいあったりとかして、うんうん、まあ、その女の子が信長のさ、女って思われたら、やっぱ敵からいっぱい狙われたりとかして、でも信長は、なんか初めて命をかけてその女の子を守るっていう風になってて、なんかもうそういうのがなんか、最初はなんか、うわぁ、なんかありがちやなぁ、この流れとか思っとったのが、やっぱどん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 見よったら、信長かっこいいみたいになってきて、ゲームしてみよっかなとか思ったんだけど、すっごい面白かった、それが。いや、いいなぁ、見たい。なんかドラマであったよね、あの、小栗旬さんが主演で。信長競争曲。そう、あぁ、でそれはその人がさ、言ってしまうやん。信長になるわけよ。そうですよ、そうですね。そっかそっか、女の子が、そっか行っちゃう。そうそうそう。なんかさ、楽しそう。なんかこう、レイナはさ、すごいそういうのが好き系の女子じゃないと思ってたぞ。そういうの大好き女子おるやん。そういう人はもう大好きやん、絶対そういうの。でもそうじゃないレイナが行って、ちょっとハマったって、やっぱり女の子ってみんな心のどっかでああいうのが好きっちゃうな。そうですね。強い感じの人にね、こうやる。そうそうそう。しかも今までさ、なんかこう人さ、いっぱいこう殺すのもさ、別になんともないみたいな、一人も殺すも100人殺すも一緒だみたいなセリフとかもあって、で、いいようなが、その女の子と出会うことによって、こんなにも一人の命が大切なことに気づいたみたいな。いやー。言われてよ。何よ。何なんだそれ。やばい。しかも信長に見えるわけ。信長見たい。信長の心を変えたのか。見たいな。そう、変えたのよ、女が。うわぁ。で、しかも友達が、まあ、敵の大将やったっちゃけど、盾がもう上手すぎて、それにもびっくりして、マジ二次元って思って。なんか、ゲームやったらさ、簡単にさ、なんか床とかスライドするのが普通やん、シュシュみたいな。なんかそれをさ、なんかそういう系のをなんかやるっていうか、そういう風に見えるわけ。で、一人だけ刀のなんかその盾の音が、他の人はカンカンカンとかなのに、カン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 みたいな感じで超速くて。で、盾やったことないと多分そういうのをポケッと見るっちゃけど、その前さ、夜派手に盾初めてやったよ。なんて手回すのが早いんだと思って、この剣のね。そこにも感動したし、なんかいっぱいあった感動が。へぇ、心をすごい揺さぶられて。すごい、でもそれもあれでしょ、なんかもしかしたら先祖の、が武将だった人とかは、今の時代から、めっちゃ上手いとか。また先週の話ね。めっちゃ上手いとかあるかもしれないでしょ。でもなんか才能あるかもね。ね、ありそうじゃない。才能もあるかも。なんかそういう家系だったら。いいな。楽しかった、めっちゃ。やっぱ時代物でも今流行りだし、いいですよね。時代物大好きよ。面白い。面白い、やっぱり。あれを考えた人すごくない？いや、信長たちをそうやって恋させるっていう。そうですね。よう考えるわ。ね、なんかよくいろんな、ね、似たゲームいろいろなんか私もちょろっとやってきたけど、やっぱりそういうのってグッとくるんですよね。セリフとかさ、なんかすごいよね。ありがちやけどさ、なんかかっこいいもんね、普通に。そう、ありがちだけど、うわ、この時代のもう戦火に私がこう行って、その偉大な人とこうやって今時代を動かそうとしているみたいな。ありますよね。なっちゃうよね。ありがちやないとか言うけどさ、この世の中の日本人絶対こんなこと言わんやん。まあそうですね、そうですね、なかなかいない。ドラマとかで言うけど、だけは憧れるとよね、きっと女の子って。言って男。世の中の男。言おうよ。いいなぁ。俺の女になれ。いや、言われたい、言われたい、言われたい。絶対抱き寄せる。抱き寄せられたい、抱き寄せられたい。何回もチューしよったわ、舞台で。ドキドキだね。生だからまたね。そうだね。本当にした今。なんか確認になりますよね。そう、ずれてないかちょっと見ます。この人どうみたいな。見える？この人どう？見ちゃう、見ちゃう。面白い。最前の横の人に聞きたい。いやー、そうだなー。確かにね、キザなセリフとか言われたいよね。岡田がもしさ、時代の中に行くとしたら、どこがいい？誰がいい？そんなこと。難しいね、それ。難しいなぁ。でも今は私、そのもうマーベルファンなんで。そっちに行きたい。そうなんですよね。なんかその、未来っていうか、近未来違う星の、うん、その人たちはもう何千年も生きれる。うんうんうん。でも、まあ見た目は人間みたいな感じですけど、そこに来た。そう、マイティーソーっていうのがいるんですけど、キャラで。ソーがもうなんかすごい男の中の男みたいな感じで、それこそ強いし、なんか愛してるみたいな。
あーちゃんと伝えてくれるっすよね。すごいかっこいい。恋する音でか。伝えられてるから。でもなんかそれさ、いいな、スパイダーマンも見たけど、アメージングスパイダーマンっていうのも見たけど、あれもなんかね、面白かったよ。すごい。そう、ちょっとね、マーベル恋愛絡むからね。でもね、それ悲しかったんだよね。結局恋人救えなかったっていう。あ、そうだ。そう、助かったかなと思ったけど、ね、救えなかったの。なんか切ない、それは。切ない。でもそういうの見るとさ、大事な人を大切にしようと思うよね。そうですよね。本当に。本当にそう、いいさ、視聴者じゃない、映画。いや、もう思うつもりですけど、普通に影響されるもん。わかるわ。なんか平和保たなきゃなとか。わかるわかる。そう、めっちゃ思っちゃいます。すごい、何もできないけど。そうなんだよね。なんかこう、ウォーキングデッドとかもそうなんだけど、ゾンビ、もはや怖くなくて、そんなに。ゾンビよりも人の方が怖いんですよ。そういうところに迫ってるんだね。物資とか土地とか、こう、兵器、武器とかを、こう、奪い合う、みたいな。で、極限の時に人はあって。そうそう、だから人の方が怖いな、みたいな。最初から打ち解け合って和解して、もうみんなでゾンビを倒せばいいのにって思う。ああ、そういうことね。自分たちだけが助かろうとするってことか。今そういうの多いですよね。人間とはっていう訴えかける。この間その、なんか宇宙人みたいなのと恋する。そうそうそう。っていう話で、みんながその、なんか、物体を殺そうとするみたいなのの映画、まあ今公開中なんですけど。いや、面白そう。そうそう。それも、なんかそういう多分人間、どっちが本当に怖いんだみたいな。あー、でもね、人間が嫌だ。まあそうですね。人間嫌い。なんか、すぐ裏切れる。誰も信用できんわ。人間嫌いって。嫌いって。人間は本当に簡単に信用しちゃダメよ、本当に。でも、いろんなことを知識を得ちゃったからなのかな、人間同士が。なんかわからんけどさ、平気で裏切るやん、すぐ裏切るやろ、人間なんて。まあ、裏切る人は裏切る。裏切る人は裏切るやん。もし世界がもうすごくこう崩壊するってなったら、なんかみんな多分、人のことよりも自分が、まあそうだね。それはね。なっちゃうよね。知らん人にはいいわけでな。別に知らんっちゃけん仕方ないけど。親友とかさ、友達とか恋人とかさ、それも所詮さ、知り合ってさ、まあ楽しいし好きやけどさ、他人やん。まあ。だけどそこがどうなるかやし、なんか怖いね。怖いなぁ。怖いなぁ。なんかもしなんかすごいクリーチャーみたいな怪物がこう襲ってきたとして、うん、友達が、なんか、自分が捕まってるのに、助けてくれなかったら一番悔しいだろうなっていう。わかる。今まで仲良くしたと友達が先に逃げたらね。ねえ。なんか、ごめんとか言って、立ち去らない。なんか、そういう役今、うまかったね。ごめんって言うけど、めっちゃうまかったわ。じゃあ、逃げる役でオファーしてもらおう。確かに、確かに。出れるかもしれない。出れるかもね。面白い。まあね、ドラマとかね、どんどん楽しいやつ作ってほしいね。いや、影響されるしね。ぜひぜひ。楽しみにしてます。制作者さん。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp。ファックスは福岡0928448844です。はい、ということで今週も楽しくお送りしてきましたが、はい、皆様からのメールをどんどん、応募じゃなくて募集しておりますので、皆さんいろんなね、なんかジャンルの内容でもいいので、ぜひぜひ送ってください。お待ちしておりまーす。ということでお相手は田中玲奈と岡田真理奈の宮沢真理でした。また来週、バイバーイ。